こんにちは。愛媛県出身の野村さやです。今回私野村がお伝えするのはこちら、瀬戸内しまなみ海道の魅力です。もうね、日本全国そして世界からも注目を集める観光地になりました瀬戸内しまなみ海道。地元の人間だからこそ知るおすすめポイントを今日はお伝えしていきたいと思います。さあ、まず簡単に概要です。愛媛県の今治市と広島県の尾道市を結んでいます。全長およそ 60km。 で、間にどんな島々があるかですが、愛媛県側では大島、博多島、これあの博多の塩を作っている島です。そして大三島、広島県側では生口島、因島、ポルノグラフィティのお二人が出身なのはこの因島、そして向島、この6つの島々をつなぐ7つの橋の総称を、瀬戸内しまなみ海道というふうに呼びます。で、このしまなみ海道の魅力を言い表すのに、この言葉皆さんご存知ですか？たとうび、たとうびと読みます。島が多い、美しいと書いてたとうび。もうね、しまなみ海道の魅力を言い表すのにこれ以上の言葉はないかなっていうふうに思います。穏やかな瀬戸内海に瀬戸内の日差しがさんさんと降り注いで、そこにこう大小さまざまの島がゴロゴロ寝ている、まさにこう寝てるって感じの平和な、とっても牧歌的な、そんな風景がこの瀬戸内しまなみ海道の美しさなんですよね。実はちょっと調べてみると、これはあのしまなみ海道のエリアだけではないんですが、瀬戸内海全体で島は700以上もあるそうです。まさに多島美なんですね。そしてもう一つポイントとしては、サイクリストの聖地。このしまなみ海道、歩いても自転車でも渡れるというのが大きな特徴なんですよね。で、実はアメリカの CNN が世界で最も素晴らしい7大サイクリングコースに選んだんですね。やはりその海峡を自転車で渡れるという美しさが素晴らしいということで、こんな世界的にも素晴らしいコースとして選ばれています。本格的にサイクリングが趣味の方はもちろんこう自分の自転車を持ってやってくるわけですが、ちょっとそこまでじゃないな、初心者ですわっていう方は、このレンタサイクルもおすすめなんです。すごく気軽にしまなみ海道のサイクリングを楽しめると思います。で、実はさっきお伝えしたように、全長 60km もあるので、最初から最後まで自転車で行こうと思うと結構1日がかりのサイクリングになります。それはそれで素敵なんですが、そこまでちょっと自信がないなという方は、あの途中の島まで行って戻ってくる、そういうサイクリングもできますので、ぜひあの皆様気軽に行ってみていただけたらいいかなと思います。さて、ここからは地元の人間だからこそおすすめしたいしまなみ海道のおすすめスポットについてお伝えしていきます。ちょっと事前に申し上げておきますと、私が愛媛県民である関係上、今回のお話ちょっと愛媛県 B 期のお話になってきますので、ご了承ください。まず一つ目、こちらの亀老山展望台です。こちらは愛媛県の大島という島にあります。で、この亀のイラストを描きましたが、観音像を背負った亀がこの大島にたどり着いたと。で、その観音像を祀るようになったことで、山にこの亀老山という名前がつきました。で、この展望台、何がおすすめか、しまなみ海道中一の眺望と言われているんです。何しろ高さが標高 307.8m、 かなり高いところにあるので、もうこれがしまなみ海道だという展望を、上から俯瞰で見ることができるんです。360度パノラマで、一望することができる。で、昼間の晴れた景色も素晴らしいんですけれども、あの夕方のマジックアワー、本当に美しいですので、ぜひ一度ここは外さずに行ってみていただきたいなと思います。もう一つポイントとしては、隈研吾さんの設計なんですね。隈研吾さん、最近ですと新国立競技場ですとか、山手線の新駅高輪ゲートウェイ駅のデザインも手掛けられた方です。この隈研吾さんの設計は自然と溶け込むようなデザインなんですね。まさにこの展望台も骨組みが外から見えないようになっていて、すごくその展望台自体のデザインもおしゃれでモダンですので、こちらにもぜひ注目してみていただきたいです。ここの駐車場で売っている藻塩アイスが美味しいというのも評判です。そしてもう一つ、大山神社です。
こちらは愛媛県の大三島という島にあります。この大山住神社があることで大三島は昔から神の島というふうに言われています。日本全国に分祠があるんですけれども、その総本社がここ愛媛県の大山住神社です。推定樹齢が2600年と言われている大クスノキがご神木です。まさにこう堂々とそびえ立つ荘厳な感じのご神木なんですね。すごくパワースポットとも言われていますので、そのパワーを感じに皆様行ってみていただきたいです。そして面白いポイントとしてこちら一つ挙げました。豊作を願うお田植え祭というものがあるんですが、そこで一人相撲という神事が行われるんです。これどんなものかというと、力士が目には見えない稲の精霊と相撲を取るんです。で、目には見えないですので、旗から見てると一人相撲のように見えるんですね。で、毎年、三本勝負、稲の精霊と三本勝負で相撲を取って、必ず2勝1敗で稲の精霊が勝ち越します。その稲の精霊が勝ち越すことで今年も豊作だねと、そういう神事なんですね。全国的にもちょっと珍しいので、クイズ番組など見ているとこれ問題で出てくることがありますので、ぜひこの一人相撲の神事を見かけたら、ひょっとしたら愛媛の大山住神社かなと思っていただけたらいいかなと思います。いや、まだまだこれしまなみ海道の魅力お伝えしきれてないので、ぜひまた続編もやりたいなというふうに思います。しまなみ海道本当に癒されると思うけん、みんな遊びに来てみたん。